図伝は、ドイツ語の辞書であり、正しいドイツ語の綴り字を決定している、聖書法辞典である。1880年に、コンラート・ドゥデンによって書版が刊行された。テーマごとに12分冊となっており、このうちドイツ聖書法編は、第26版まで出版されている。図伝25スエディション1872年中林元集。 シュライツにあるギムナジウムの校長であったコンラーとドゥーデンによって公式にはシュライザーズデンで呼ばれる最初のズデンが作られた。1902年に連邦参議院は公式にドイツ語スペルの標準としてドゥーデンを認定しドイツ語を使うオーストリア・ハンガリー帝国とスイスも続いて聖書法辞典として認定した。その後の数十年間は ドゥーデンはドイツ語聖書法のデファクトスタンダードであり続けた。第二次世界大戦後には、東西ドイツに分かれたもののライプツヒとマンハイムで別々に発刊された。1950年代の西ドイツでは、いくつかの出版社が別のスペルを含んだ辞書を出版し、ドゥーデンの独占に抗議するようになった。この対応として、1955年11月に、 ドイツ衆議会の文化大臣が、ドゥーデンによって記載された綴りが公式の標準であり続けることを承認した。東ドイツでは、西側の伝統的なドゥーデンの同じものが、ライプツヒで発刊された。しかし、版を重ねるごとに項目が減少し、ソ連の政治的な言い回しや、農業や産業組織や観光に起因する言葉が追加された。 ドイツ語にロシア語由来の設備語、ット語などが付け足された形のものも多く収録されることとなった。1991年ワインハイトス中電が出版され、東西で各々出版されていたドゥーデンが統一された。1996年リフォルム中電、聖書法改革と見出しをつけられた一巻25版が発刊され、全国的に ドイツ語聖書法の見直しが行われる。大ドイツリーチチライブン字の綴り辞典出す。スティルワーターバッチスタイル辞典。語結合の辞典出す。ビルドワーターバッチ。絵付きの辞典大グラマティック文法出す。フリームドワーターバッチ外来語辞書出す。オスプレイクワーターバッチ発音辞典出す。ハークン普通ワーターバッチ。語源辞典出す。シナニムワーターバッチ類語辞典。リシュティガスウントグーテスドイチュ。 正しく良いドイツ語出すベッドチュングスワーターバッチ、自転レデベンドンゲン修士技法、ジタテウンとオスプルーッシュ格言とことわざ。ありがとうございます。